します。まだ終わってないよ。よし。あ、知ってる？水かけように水かけてもらうから。お願いします。お願いします。お願いします。はい。ありがとうございました。はい、30分出発で並ばせてください。以上です、はい、よっしゃ、冷却ダルも冷やさない、冷やす子いない、これ6番組いなさい、第7回の寺子屋翼100キロ徒歩の旅は、学生スタッフが50名、そして参加する子どもたちが74名、で、歩きます。初日の今日は今飯浦手から 3キロほど歩いてますが、ご覧の通りの暑い、100キロらしい、天気です。今回の100キロはですね、雨とか雷なんかもこう予想されるようですが、まあ天気はどうであれ、有形無形さまざまなものに感謝できる、まあ、そんな100キロですね、子どもたちと一緒に、過ごしてまいりたいと思います。最高の100キロ徒歩の旅第7回となるように頑張ります。よろしくお願いします。施設を使わせていただきありがとうございました。これからも頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。いただきます。